局ここまで入り込まれてしまったか。だがあと少しは。こしゃくな妖精どもめ、次から次へと君の悪いいたずらを。しまった。聞け下劣な妖精どもよ、この地に我らの探し人が逃げ込んだらしい。貴様らならその居場所を知っているはずと。いや、痛い。ここまでだ、術を解いてくれ。ミンフィリア、悪い娘だ。何度ネズミどもにさらわれたら気が済む。私はユルモアには戻りません。みんなの邪魔もさせない。おお、なんだそのふぬけた構えは。誰に習った。我が教えを授けた歴代の巫女は誰一人かような無様をさらさなんだ。恥を知れ、己は無力とわきまえよ。ヘル！あいつが自分の情さえ理解しない頃から閉じ込めて何もできないようにしたのはお前らだ。それが今戦おうとしてるんだ。無様だ、無力だとよくも言えたな、クソジジイ。逃げてばかりのネズミにはわかるまい。戦場は地獄、闘争は不毛。安寧のうちに得る平和こそが唯一の幸福である。見て、空が。勝ったんだ、闇の戦士が。なんてこった。ランジード将軍、いかがしますか。愚問よ。この者らを退け、直ちに闇の戦士を探し出す。全軍突撃！反逆者どもを捕らえよ！おい、聞こえなかったのか？突撃だと言って。ヒルドリムです。アクトロールワイン。なんだよこれ。水たまり、どうしてここだけ。剣心、どけ。
何がどうなってる。お前たちしっかりしろよ。ランジート将軍、まだ何か来ます。ここは撤退を。貴様らが闇の戦士に組しているのは明らか。我が主は必ずや。なるほど、それで新たな妖精王が誕生したわけね。妖精たちの力を貸してくれてありがとう、フェオール。いや、新た久々の闇夜だもの。みんなはしゃぎたかったのだわ。だけど覚えておいてね、妖精は永遠であると同時に生死の淡いに生じる泡のようなもの。今を生きることだけを楽しみ、いつかの終わりのことなんて考え、だから人と心を同じにして未来のために戦うなんてことはできっこないのだわ。それは罪悔との戦いに協力はできないということですか。よっぽど気が向かない限りはね。でも恩返しをするとなれば、話、奪った分だけ与え、なくした分だけ作り、もらった分だけ返すのが普遍のイルメグ。だからこの美しい空の分だけあなたたちに力を貸すわ。本当に困った時には必ず呼んでね。あら、私はいつでもあなたのそばにいるのだわ。この身は常若の城にあっても小さな分身を若木のそばに飛ばすなんて造作もないもの。その時はまたあなたのイスネフィシュ、ペオールとして可愛がってね。Salut les amis, alors bienvenue pour la suite de ce Let's Play sur Shadowbringer, le nouveau DLC de Final Fantasy XIV. Comme la première vidéo était juste un petit tuto sur Titania, donc le premier primordial que l'on rencontre dans cette extension, j'ai décidé de vous publier deux vidéos aujourd'hui. Comme ça vous avez un peu la suite de l'épopée en même temps. Et dans cette suite, nous allons donc faire la rencontre de nouveaux personnages, donc ceux de la nouvelle zone où nous allons arriver, et en même temps rencontrer le dernier personnage qui nous manque, qui est mon
mon personnage préféré. Et comme je l'avais dit, j'étais pratiquement sûr qu'on allait le retrouver en dernier, celui-là. Enfin, celle-là, plutôt, même. Mais j'en suis néanmoins ravi parce qu'elle a, elle a changé, mais je la trouve bien mieux que dans Heavensward et Stormblood. Ils ont vraiment fait un petit remake de ce personnage qui est vraiment très très bien fait. Je vais donc vous laisser le constater par vous-même. Vous souhaitez une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand est-ce que vous verrez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye. よかった。今のところクリスタリウムには被害が出ていないようだね。ユルモア軍は私たちを追うのを優先したってわけね。油断はできないけれど、ひとまずは安心したわ。いや、と戻ったか。英雄様ともあろうものが、ずいぶん時間がかかったじゃないか。誰よあなた。その要望、ガレマール帝国史を紐解けば肖像画の一枚も見つけることができるでしょう。もっとも本来ならば塔に失われたはずの姿です。なんだ、しっかりと勉強してるじゃないか。説明の手間が省けていい。私はガレマール帝国の初代皇帝ソウル、同時にその他もろもろ戦乱呼ぶ国々の立役者。しかしてその実態は、アシエン・エメトセルクと申し上げる。セルク、確かガイウスの言っていたオリジナルの一人。ラハブレアと同格か。そんな奴がわざわざ挨拶をしに来たわけじゃないだろう。見ろよこの空、綺麗さっぱり、実に健全な有様だ。いやー、もう本当に本当に本当に嫌になる。勘弁してくれ。どれ、光の氾濫あたりから第一世界は光、すなわち停滞に偏ってたんだ。あと一息、そう、実にいい調子だった。だが氾濫から復興せんとする人類の涙ぐましい努力、そいつが対抗する勝つの力となって世界統合を果たすには少しばかり偏りが足りなかったのさ。それでもバウスリーの下で人々が怠惰に進歩せずぼんやりと生きてくれれば
時期条件が整うはずだったのに。おーまあいいが、大罪喰を倒してくれたものだから、光は大きく減退、私たちの計画全部パー。ほう、ウリエンジェたちの霊災の仕組みにまつわる推論は間違っていなかったわけだ。俺たちとしては嬉しい知らせだな。でどうする？そのまま諦めてくれればありがたいんだがな。言う割に喧嘩腰じゃないか。これだからお前たちを直接相手にするのは嫌なんだ。ま、私としてもバウスリーに味方してお前たちを殺しにかかるという策は考えたさ。だがそいつはラハブレアのじいさんがやってたことと同じだ。先人の失敗からは学ぶべきだろう。そこで大変面倒だが私は考えたわけだ。協力関係を結ぼう。お前たちの大罪喰い討伐を邪魔しないし、必要であれば知恵も力ももちろん貸そう。何を言っている。君たちはすでに何度も霊災を、世界統合を起こしてきた。今だってそのために動いているはず。もちろんそれは私たちの宿願だ。だがなぜそれを望むのかお前たちは知らないだろう。互いを知らないまま殴り合い続けることほど野蛮で不毛なこともあるまい。一度くらいは冷静に歩み寄ってみるべきじゃないか。幸か不幸か私は不滅なるもの。やる気さえあれば計画は何度でも立て直せる。その前に向き合ってやってもいいかなと思ったのさ。当世の英雄が何を願い何をなし、本当に私たちと相入れないのか。だからお前たちも向き合えよ。言われも知らず意味続けてきた私たちアシエンに、その果てに案外分かり合って手を取り合う道もあるかもしれないぞ。そちらの言い分は理解できないものではありません。しかしまやかしの身で迷惑をかわさんとするはいささか誠実さに欠けましょう。これは失敬。同胞を消滅させた英雄の前だからな。恐ろしくてつい保険をかけてしまった。だが次回は注意するとしよう。ではな諸君、またすぐに会おう。
水晶光からみたいだな。あの鏡みたいな巻きで動きは概ね把握してるんだろう。手厚いな。町の連中があれだけ信頼してるところを見ても、水晶光は悪いやつじゃないと思う。だがいかんせん謎が多い。少なくとも俺が生きていた時代にはいなかった人間だが、反乱後は俺も半端な状態で放浪してたからな。この町の成り立ちや功の素性について持ってる知識はお前と変わりないんだ。何にせよ今気にするべきはエメトセルクの方か。光の氾濫でこの世界が無になろうとしているとき、生きた証を残すには世界を統合するしかないと白鳳への足縁に持ちかけられた。俺たちはその手を取ったが、元はといえば反乱のきっかけ自体がアシエンたちの手引きで作られたものだったのさ。真実を見抜けず乗せられたのが俺たちの甘さだとしても、アシエンは到底信用ならない。だがエメトセルクの主張、何も知らずに戦い続けるべきじゃないってのは最もだとも思う。ただひたすらに進み続けた結果、何もかも失ったやつがここにこうしているんだからな。なんだよ急に。そりゃまあ構わないが。あいつずいぶん大きく育っててびっくりした。それにまさか先祖返りだったなんて。メダルもあんな大事に。お前だって連れてるだろう。チョコボとかどんななんだよ。名前は？いいところに来ちゃったわね。ちょうどお客様が訪ねて。
前もその顔か。またすぐに会おうと予告しておいただろうが。楽にしろよ。約束通り、私はお前たちの邪魔をしない。早速見物に来ただけだ。まあ、この世界へ英雄を呼んだ水晶光とやらへの興味もなきにしもあらずだが。お前は俺たちを見定めると言った。その果てに本当の意味で手を組めるかもしれないと。だがこれまでアシェンがしてきたことを思えば、俺たちが自ら望んでお前らにつくとは到底思えない。焦るな。それからいちいち噛みつくな。まずは互いに様子見だと言っただろう。お前たちはそのまま大積み杭を倒し続けるといい。その末にお前を取るに足る者と認めたら、改めて手を差し伸べよう。真実を背負い、共に生きてゆくべき相手としてな。嫌だと言うなら、その時に手を振り払えばいい。そしたらいつもの通り殺し合うだけだ。簡単だろ。おお、少しも信じられていない気配。日頃の行いがたたっている。まあいい、ここで言葉を重ねても時間の無駄だ。お前が聞く耳さえ持つことができたなら、私はいつでも真実の淵から語りかける。いつか来たる選択に向けて、不滅なる古き者アシエンのみが知りうる断りを隠すことなく。では引き続き頑張れよ。見ている私が退屈で寝ないくらいにはな。一体何なのよ。ガレマールの初代皇帝を演じたようなやつだ。弁は立つだろう。その言葉を鵜呑みにすべきじゃないが。お前は奴をどう思う？確かに怪しくはあるのだが、私たちを騙すつもりだとしたら、ここで姿を晒す必要がないのも事実だ。彼の言葉に従うわけではないが、どのみちアシエンの行動を縛る手立てもない。警戒はしつつ、今はこちらの目的を優先した方がいいだろう。ならばここで仕切り直した。次なる罪悔討伐について話すとしよう。あなた方の活躍により、イルメグ周辺を支配していた大罪悔を倒すことができた。レイクランドのものと合わせてこれで2体目。光の反乱以降最大の快進撃と言えるだろう。ということは、未だ光に覆われている主要な地域はコルシア島周辺、アムアレーン、そしてラケティカ大森林あたりか。ああ、そしてそれらを支配する大罪杭の居場所は特定できていない。
そこで今回は手分けをして調査と討伐に当たりたいのだが、どうだろうか。そういうことなら私がアムアレーンの調査に行ってくるわ。あそこならある程度は土地勘もあるしね。コルシア島には私が。ユールモア内部はともかく、都市外の調査であれば以前のツテを頼ることもできるだろう。では他の者にはラケティカ大森林に向かってもらおう。かの地にいるヤシトラと協力して大罪食いの捜索と討伐を試みてほしい。ヤシトラさんはサンクレットとウリエンジェが話してた魔法使いの人？そうだ。俺も彼女が拠点を大森林に据えてからはあまり…彼女はどうも私を信頼してくれなくてね。今回も事前に連絡をすることができなかった。ウリエンジェ、あなたは何度かヤシトラを訪ねているだろう。道案内をお願いしても。承知いたしました。神秘と暗き祈りに満ちたかの森へ私がご案内いたしましょう。ありがたい。私もその間に己の役目を果たして。それはドン・バウスリーからの書状だ。こたびの衝突について正したいのでユールモアまで来られたしとのことだ。ちょっと大丈夫なの？どう考えても危険じゃない。こちらは全面衝突のつもりで立ち上がったんだ。話し合いをしてくれる余地があるならむしろ上等だろう。だが私はこの塔から大きく離れると少々体の調子が悪くてね。アルフィノ、すまないがコルシア島の調査がてら補佐をしてもらえないだろうか。ああ、もちろん任されよう。それでは各自出立の準備を。くれぐれも無事に戻ってきてほしい。
どの時代にも遥か過去の歴史に魅せられる者がいる。今に至るまで人が辿ってきた道のりは、時に未来よりも謎めいているらしい。古代ロンカ文明、その面影が残る鬱蒼とした森。人々はいつも答えを探してここへと分け入る。この辺りが目的地となります。ラケティカ大森林は非常に広大ですが、今現在その多くは人の立ち入れぬ密林。そんな中でこのシチュア湿原は比較的開けているのです。故に夜の民の拠点ともなっています。その眼前に地平が広がるならば、行ってめっせよ、平らげよ。と、ソルをやってた頃は、こうしてよく旅したものだ。行く先々の国を征伐、そして征服。おお、下に偉大なる我がガレマール帝国。懲りないやつだな。懲りないのはお前だ、バカめ。見物してるだけなんだから、いちいち目くじらを立てるな。それとも影からこそこそ見られたいのか。わざわざ姿を現してやってるのが善意だとなぜわからない。じゃあ、一緒に来て戦ってくれるということですか。まあ気が向いたところまではな。ただし、戦力としては期待するな。この森、多少は影が落ちているようだが、本質は他と同じく光に支配された地だ。闇の使徒たるアシエンとしてはいるだけでそこそこ深い。ここで戦うなんて絶対に嫌だね。ついてくるならそうすればいい。だが勝手。ここがゴーンの砦ですが、どうやら修復は進んでいないようですね。となればヤシュトラたちは他の拠点に身を寄せていると考えられます。次は。今だ、囲め。
これが新しい罪食い？まるで普通の人みたいじゃないか。みたいじゃなくて、お前たちと同じ人間だ。とりあえず武器を下ろしてくれ。罪食いが喋ったぞ。油断しちゃダメ。人に似せた鳴き声かも。おい、やっぱり人だって言ってるぞ。ふと思ったのだが、きちんと姿を見せているってことは示したんだ。そして私は戦力になるわけじゃない。つまり始終連れ立って歩くのは無意味な行為と言える。加えて本音を言うと、早々で申し上げないが面倒になってきた。昼寝に良さそうな木の上に移動して、うん、そうしよう。ではまた後ほど。一人消えた。やっぱり怪しいぞ。面倒なのはこっちの方だ。想像しくてよ、罪食いの様子は。マトウヤの姉さん。姉さん、あれ本当に罪食いなのか？オイラたちにはどうにも人にしか見えないんだが。少し遠かったけれど、私の目で見た侵入者は強い光を帯びていたわ。ご存知かもしれませんが、ヤシュトラは以前の事故で視力を失っています。代わりに万物の有するエーテルを見ることで、かつてと遜色ない視界を得ているはずですが。魔女マトウヤ、お分かりになるでしょう。私です。ウリエンジェです。確かにあなたに見えるわね。それからサンクレットと話に聞いたこちらのミンフィリアかしら。ご明察です。ですので、どうか武器を下ろしてはいただけませんか？そうね、あなたが本当にウリエンジェだというのなら、隣に連れているのは何だというの？その罪食いとしか思えない。光に侵されたものは まさかお忘れではないでしょう。我らが暁の決明の英雄を。彼はついにこちらへいたり、すでに2体もの大罪食いをほふったのです。そんな、あなたなの？姉さん、オイラたちはどうすれば？悪かったわ、私の勘違いよ。みんな武器を下ろしてちょうだい。手荒な歓迎になってしまってすまなかったわね。改めてようこそラケティカ大森林へ。
夜の民はあなたたちを迎え入れるわ。スリザーバウ、夜の民が集う特に大きな拠点よ。彼らは闇を崇めているけれど、特別な神は持たない。いくつかの規範に従って祈りながら静かに暮らしているの。それらの規範は反乱後の世界を生きていくための知恵であり、心の拠り所だとも言えるわ。製品を良しとするから、絢爛豪華なもてなしには期待しないでちょうだいね。さて、あなたたちの事情も知りたいけれど、ここで聞かない方が良さそうね。奥の部屋に行きましょう。それで次はラケティカ大森林の大罪くんよ。私はね、これまで第一世界の歴史を調べていたのよ。水晶校を全く信用していないわけではないけれど、情報の全てを彼に依存するのは危ういもの。そんな中で行き着いたこの地もかなり調査をしたわ。結論から言えば、大罪くんの所在は不明のままけれど。というと？数千年前、ここラケティカ大森林はロンカ帝国という大国の中心地だった。現在もここから東側に広がるイキスマヤへの森にはその遺構が多く残されているというわ。そして驚くべきことに、それらの遺構は未だに守られているのよ。彼女たちはよそ者の侵入を許さない。話し合いの余地すらなく追い払おうとしてくるわ。私も何度か調査を試みたけれど、攻撃を受けながらじゃさすがに調べ物にならなかった。となれば、イキスマヤへの森、ないし、その守り手たちの領域に、大罪杭が潜んでいる可能性がある。そこに来て、水晶港からロンカの石板とはね。まったく。手土産とはよく言ったものだわ。何かの時のために取っておいた私との交渉材料ではなくて。とはいえ、解読してみる価値はありそうよ。
ここからかの森への侵入方法でも分かるといいのだけれど。その解読、微力ながらお手伝いいたしましょう。助かるわ。なかなか手強そうな相手だもの。その間、スリザーバウの散策をしてきてはどうかしら。もうしばらくしたら、闇の戦士と呼ばれているあなたにとって意味のあるものが見られると思うわ。不思議なものだな。今のお前はとても生き生きして見える。当然よ。だって私の師匠もずっと世界の成り立ちを解き明かそうとしていた。共造世界に渡れるなんてまたとない探求の機会だわ。ここで得られる知識はどれもとても刺激的よ。あなたはどうなの、サンクレット。念願のお姫様と会えて幸せかしら。お互いもうガキじゃないんだ。皮肉はやめておけ。俺は偵察に行ってくる。思い通りにならない理由を挙げるのは簡単よ。大事なのはそれにどう対処するかだわ。特にあなたたちの抱えているものは大きい。ただ待っていても誰も肩代わりはしてくれなくてよ。あなたも散策に行ってきなさいな。新しいものに触れれば違う考え方もできるかもしれないわ。